森田へ、パライバースピードアップ、森田からタイミング測ってパライバー抜け出した、パライバーシュートだー、いきなり取った新加入ジャイルトンパライバー、そのスピードを見せました。分かりましたよね、はい、ですから戦い方を簡単にすることもできますよ ね、 まだこれ増えなってません。パライバースピードアップ、中3枚、3対2の形、ファーサイド井上、ベルディ追加点っていうのが出てますよね。さあバックパスに対してパライバーが奪った、中に返して、つまりというところで、藤田ジョエル千葉は早生まれなんで、そのあたりで、代表招集に差があります。塩に入れて小池来た、右サイドからの上がりの動きもありますが、そこは使えませんで奪われます。ジャイルトンパライバ2対2の局面、もう1人森田さん、さあここはそのまま運んでいって右のフリーのレアンドロ、レアンドロ、タリアはサイドを変えてジャイルトンパライバ、パライバが自ら行きます、スラロームで行った、そしてシュートまで行って、決めてきました、ハットトリック。さあここからカウンターシチュエーションです。シーラが左サイドに広げていって、ジャイルトンパライバ、パライバ中カットイン、右足振り抜いた、